二階派、首相指示に、異論噴出自民総裁選、動き、初日自民党総裁選は、9月17日告示、同29日投開票のほどが決まり、目前に迫った衆院選の顔選びが未乗スタートした。再選を目指す菅義偉首相、頼る二階、俊博幹事長は、いち早く再選指示を打ち出したが、足元の二階派内では、 異論が紛失。伝文友前政調会長が二度目の挑戦を表明し、各罰も相次ぎ会合を開くなど、党内の動きが一、二、活発化した。土豪26日、二階派の在京議員懇談、欠席した二階氏に代わり、同派幹部が再選しの方針を説明すると、十人近い所属議員から、い、決定は、みんなの意見を聞くべきだ。 メンバー生き残れる道を考えて欲しいと再高を求め、声が続出。首相を公然と批判する土豪も飛び、たという。二階氏は24日の記者会見で、他派に、かけ、派閥として、再選指示を表明。最大派閥、他派出身の安倍晋三前首相、第二派閥、麻生派、長の麻生太郎副総理憲財務相も、同様の立場、現時点で、首相優位と見られている。 それでも、多バ力の強さを誇る二階派内の反乱は、中堅、手を中心に、区首相で、衆院選は戦えないとのき、感が根強い現状を、改めて浮き彫りにした各、同派幹部も、丁寧に意見集約していくと引き、ラザルを得なかった。反感票これに対し、岸田は、自身が率いる岸田派の会合で、総裁選が自、党のこれからにつながる。 衆院選や様々、政治課題を乗り越える上で、大きな意味があと、と確信して戦いたいと述べ、首相に論戦を超、姿勢を鮮明にした。派内には、現職首相と争う、とへの慎重論も根強かった。それを敷き、岸田氏が望みを託すのが、党内にくすぶる、反、票だ。党員、党友による、地方票も、勝敗を大き、左右するため、同発幹部は、 党員を味方につけと意気込む党内各派も一斉に走り出した。石派は26日の会合で、今後の対応を会長の石原新元幹事長に一任。この後、石原氏は記者団に首を支えていくと明言した。ただ、所属議員の置は誰を支持するか悩んでいると心中を取ろう。た